生物多様性愛知目標について語るクリスティアナ・パスカ・パルマ、国連生物多様性条約事務局長、愛知目標は、愛知ターゲットともいい、地球規模で劣化が進んでいるとされる、生物多様性の損失に歯止めをかけるために、設定された2010年目標に代わり、2010年10月に開催された第10回生物多様性条約。 定約国会議で合意された20項目の目標で2011年以降の戦略計画で人類が自然と共生する世界を2050年までに実現することを目指す。国際社会が2020年までに実効性のある緊急行動を起こすことを求める。定約国は現在の生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させるとした2010年目標が 失敗したことを踏まえている。生物多様性条約定約国会議使用 p 1 0デシジョン X に戦略目標 A 各政府と各社会において生物多様性を主流化することにより生物多様性の損失の根本原因に対処する。戦略目標 B 生物多様性への直接的な圧力を減少させ持続可能な利用を促進する。戦略目標 C 生態系 死及び遺伝子の多様性を守ることにより、生物多様性の状況を改善する。戦略目標 D 生物多様性及び生態系サービスから得られるすべての人のための恩恵を強化する。戦略目標 E 参加型計画立案、知識管理と能力開発を通じて実施を強化する。ありがとうございます。